デーゴはマメ科の落葉鉱木。インドやマレー半島が原産。日本では沖縄県が北原とされている。鹿児島県奄美群島でもカケロマ島の初動海岸で約80本の並木道となっているなど、あちこちでデーゴの大木が見られるが、交易船の航海の目印とするため等で、沖縄から植栽されたものと言われる春から初夏にかけて咲く赤い花が知られる。 落葉性とは言っても、冬に前期が落葉することは、あまりなく、花が咲く枝が落葉する傾向がある。花は枝先に水上に出る。葉は大きな幅の広い葉を3枚付ける3出複用で、クズの葉に似ている。木は太くなるがあまり高くならず、横に枝を張る傾向がある。公園や街路樹として、よく栽培されるが、根本屋根からもめが出るので人家の庭に植えられることは、 少ない。材は柔らかく、加工しやすいため、湿気の材料として使われる。近年では、台湾方面から、飛来、気化したとされる小鉢の一種デイゴヒメ小鉢による被害が相次いでいる。この鉢は、デイゴの葉や幹に散乱して、虫こぶを作り、木を弱らせて枯らす場合もあるため、沖縄県では対策を急いでいる。デイゴや、エリスリノとも言う。 なお、産みくれない豆が別名とされることが多いが、これは別種のアメリカ伝語のことである。沖縄県外では、天モミ群島のほか、小笠原諸島にも自生しており、現地では、無人デー語やビーデビーデ、南洋桜などとも呼ばれる。ただしこの小笠原諸島の伝語を本種とは別の、無人デー語という固有種であるとする説も兼ねてより、存在している。沖縄県の県家でもあり、 1967年に県民の投票によって沖縄県の花として選定された。英語が見事に咲くとその年は台風の当たり年で天才に見舞われるという言い伝えがある。また県内では屋敷コーサーとも呼ばれることもあるが、これは根の力が強く家の近くに植えると根が伸びて家を傾かせてしまうからであるという。 琉球大学で学生が配る合格連邦の文面は、デーゴ作となっている。鹿児島県瀬戸内町役場商工観光課編、マンレ、イ、かけろま島、受け島、与えろ島を巡る旅、P158、デーゴ並木2016年、鹿児島市、トライ社、デーゴ姫小鉢、天敵ウィキ版、ウェブコンチューズ館、2012年8月18日閲覧。 ダニエル・ロング、橋本直行、小笠原言葉喋る、自転産、南方新社、小笠原シリーズ、2005年5月1日、157ページ。ISBN4 から861240441。小笠原植物図鑑、豊田武史、アボック社、1981年10月10日、第2版、100ページ。 ISBN4 から90万358から15から例、小笠原固有の種としたが、自生説、移植説もあり、特に近年、薬島琉球、台湾にかけて分布する例語と同一種とする意見が多くなっている。ありがとうございます。